い、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。8月は10日のですね、5時半になろうとします。さて、JB プレス玉木直史さんという方がお書きになっているこういう記事がございます。半導体絶好調の韓国が巨額の経常黒字でも気になる赤字とはクエスチョンですね。韓国人が乱高下する円相場に大きな関心を寄せるわけということで、まあ、出だしこんな感じです。韓国の2024年6月の経常収支は122億6000万ドルの黒字だったと。でこれですね、こう絶好調なんですよ。今年に入ってからの韓国のこの経常収支はですね、もう巨額の黒字を叩き出してます。その割にはですね、ドルウォン相場が冴えないんですけど、それはなぜみたいな形でありますけど、ものすごくですね、巨額の黒字を叩き出してるんですけどもですね、分野別の赤字でですね、一番大きいのはですね、旅行収支なんですね。まあ簡単に言えばですね、サムソンや SK やヒョンデがですね、稼いだですね、ドルをですね、韓国人がそのドルを持ってですね、海外旅行行って使っているという感じです。まあちょっと今のは極端な言い方でですね、まあ叩き出した黒字のですね、そんな何分の1かですかね、4分の1か5分の1ぐらいはですね、旅行者が海外で使っていると。まあそんな感じですね、この数字だけ見ていると。なんでですね、全然あれですよ、なんて言いますか、健全って健全ですけどね。でもですね、特に日本にですね、たくさんいらっしゃっていてですね、上半期で444万人です。6月末までで年900万ペースですね。年に900万もの人がですね、日本に来てるんです。日本に入国するインバウンドの一番はやっぱり韓国の方なんですね。だいたいリピーターが多いから 2回3回いらっしゃる、それも1年のうちにね。でもそれでもすごいでしょう。だから500万人ぐらいでしょうね、実質来てるのは。それでも韓国人の10人に1人は年に1回日本に来てるという計算になります。いや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 。もう東京とかね、大阪京都だけではなくって、北海道とかですね、そういう地方の方にも行くわけですね。でその日本が魅力的に感じる一番の原因はやっぱり円安らしいんですよ。今ね、円とドルウォンで比べたらですね、かつての 1.2 倍ぐらいウォンの方が高いんですね。まあその分円が安くなったと言うべきでしょうけども、なんでですね、彼らにとっては日本ってですね、安く何でもできる国なわけです。なんでしかも一番近いでしょ。だからチェジュ島って言うんですけど、日本で最終島という、あそこは日本の沖縄みたいな位置づけだったんですけども、チェジュ島に行くとぼったくられるんですね。外の人はね、あんな行くやったら日本の方がええやんということでですね、安いやんということで、そんなに変わらないですね、ソウルからの飛行機代って。変わらないんでですね、日本に来ていると。それでまあそう、日本で日本旅行を楽しんでいるということでですね、まあ巨大な旅行赤字というものが顕著されているというのはこの記事です。まあ別に日本にとっては悪くはないんですけどね。それでこれね、まあいいんですよ、いいんですけど、今半導体絶好調なんですよ、メモリー半導体が。しかしあれは循環なんですね、半導体というのは。またすぐに悪くなるんですよ。多分もう今年の後半ですね、年末頃には悪くなってるんちゃうかなという気がします。アメリカはですね、 AI 不況みたいなですね、が今来てる感じがします。まあそのうちこれが韓国経済にもですね、もたらすでしょう、不況で。赤字になった時にですね、多分旅行収支の赤字というものはですね、半導体がですね、売れなくなってもですね、その分はガツッと固定費みたいになっていく、むしろ膨らんでいくんちゃうかなという気がします。ね、韓国という国はね、何度もここで言いますけど、なんか座り心地が、徹底的な反日教育をしている国なんですね。いや、世界で一番日本が悪い国やというふうに教えてるわけですよ。でもうだから日本が嫌いっていうのは普通なんですね。日本が好きなんて言うとはもう生きてられませんから、あの国ではね。まあ生きてますけど、そういう人もたまには。でも大体生きてられない、それくらいの国でですね、
最大の旅行先は日本というのはこれものすごいいびつでしょまあそのいびつなのはいいんですけどですね、で日本に来るとね、本当は日本嫌いだけど行ってみようって言った人がですね、日本のことを結構好きになって帰るわけですよ。日本のことを好きになって帰らなければもう一回来ませんよね。日本を嫌いになって帰ったら、日本嫌いって、日本はあかん国、悪い国ってこう教育を受けたのにですね、ほんまにこうあかん国、悪い国やったらもう二度と行かへんなるでしょ。それが何度も何度も来るわけですよ。1年に2、3回来るやつがざらにいるわけですね。そうするとですね、このものすごくこう彼らの精神に歪みが生じますよね。それがどのように影響するんだろうなという気がします。私は正直にどういう皆さんは韓国の皆さんはですね、どういうお気持ちでですね、日本に来て、あ、日本ええやんとか言って、でもね、向こうに帰って日本よかったわって言うたら怒られるんですよあるいはインスタグラムで日本は素晴らしい国とか言うともう怒られるんですよ。だから文句ばっかり言ってるんですね、インスタグラムとかで、日本のこんなとこ、こんなとこ、こんなとこって、要はクレーマーみたいになってるわけです。で、内心まだ来ようと思ってるんですね。まあ別にいいんですけど、別にこれ私がどうのこうの言うてもしゃあないというか、いやー、だからね、大人っていうそういうところが面白いんですよね。ものすごいこう矛盾をはらんでるんですよ。だから大人さんの精神構造って、反日構造をやることによってですね、基本的な矛盾の元を作り出してるんですね。もちろん日本に一回も来なくて日本が好きにならずにずっと日本を嫌いなままですね、一生終えればそれは幸せですよ。彼にとって日本は悪い国やと思って最後までそう思い込んで死ぬという人が、まあ、それがおそらく半分ぐらいはいるんちゃいますかね。でも半分もいないかな。今の若い方々に限ればですね、30代40代ぐらいまでに限ればですね、1回ぐらい日本に行ってみたいという人がほとんど、あるいは来たことあるという人がほとんどではないですかね。日本人の中でね、韓国行ったことないなんていう人ざらにいますよね。ざらにいますというか、10人いたら韓国行ったことある経験者なんて3人もいないんちゃいますかね。3人もいないんちゃうかな。2人か2人とか1人とか違いますかね。それくらいこうどうでもいい国なんですね、日本人にとってはどうでもいい国なんですけど、韓国人にとってはどうでもいい国ちゃいますからね、日本というのはね。もうそこがね、非常に彼らのですね、精神的な歪みの元になって、彼らはそこをどうやって自分の中でですね、折り合いをつけてですね、生きていくのかとか不思議でしゃあないんですけど、私はなんかね、だから変な話ね、その反日教育というのは、まあ、勝手にやったらいいんですけど、韓国の方の精神衛生上ですね、その歪みに耐えきれない人はですね、何かおかしくなるわけでしょ。だから一つのですね、精神的な面腹みたいな、そういうですね、精神がもし病に侵されるんであれば、そのベースを一つね、反日教育がですね、作ったかもしれないなという気がしてるんですよね。やらへんかったら別に矛盾は感じないわけでしょ、普通の隣国であれば。でもそれをやったことによってですね、その矛盾にね、耐えれる人はいいんですよ。適当に自分の心の中で消化できる人は。もう消化できない人はですね、そこでまず歪むわけですよ。歪みを抱えたままこうやって生きてってですね、まあそれがそのまま普通に終わればそれいいですけど、何かのきっかけになるんちゃいますかね、おかしくなるそれが世の中をこう信じられなくなるというか、いわゆる教育というものをですね、信じられなくなる一つのきっかけになったりしませんかね。いや、まあ私が心配してもしゃあないですけどね。まあたくさん来ていただいてですね、たくさんお金を使っていただくには、日本人としては別に何にも悪いことちゃうでしょ。まあでもちょっと余計な心配をしてしまいますよ。大丈夫なのかな、の人らというね。だって自分が教えられてきたことはもしかして間違えちゃうかと思わなあかんわけでしょ、日本に来たら。そこをね、余計な心配してしまいます。はい。ということでですね、このですね、半導体絶好調の韓国がという今呼びかけました記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。